それアマゾンギフト券も OK なんですか。いやダメです、全然あの紫の人が言ってるだけなんですよ。なかったんで、ねえ、私のことね、しかも相手も相手だからみんなびっくりしたんですよ。そう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 、えみたいな。そうそうそう、しかも言ってもいなかったんで、あの、あ、何にも。そう、そうだね、はい。大丈夫だね、うん、80。これが練習ラウンドですね。これが練習ラウンドですね。でも前半回ったコースよりもこっちの方がなんか難しいかも、はい、うん、そういう戦略面では。あ、確かに、まあ、ちょっと見逃し結構開けてましたもんね、うん、こうやってこうティーショットの番手選びとか気をつけるところっていう。コンビニでアマゾンギフト券も OK なんですか。いやダメです、全然あの紫の人が言ってるだけなんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。そういうあの話し合いになったのか。なってない、もうつけられた。これ本球、これ本球です。わー、
惜しい惜しい惜しい。ありがとうございます。ってことはでも私がもう一回ティーショットですよね。あーでバーディー取るまで変わらないってことですよね。そうだね、そういうことだ、ね、ロングそういうことですよね。あ、でもロングはロング期待変わるじゃん。ミドルが続いてる限りだから。ああ、そうだそうだ。あ、切れた。思ったより重かった。重かったね。もうちょっといくかなと思ったけど。重いね。左さっきのは速かった。今のは両チームともパーですか？そうです、両チームともパーです。負けは変わらず165です。あ、こっちだ。ティーアップしなかったですか？しないです。私いつもしないんですか？ほとんどしないです。それなんでですか？なんかティーアップすると、はい、すっごい引っ掛けてしまったり飛びすぎてしまうから。でも普通普段と同じような状態の方が距離が合いやすい。合いやすい。なるほど。ちょっとアマチュアの方も参考になりますね。ですかね。でもアマチュアの人はなるべくティーアップの方が多分楽だからそっちしますよね。ナイスショットの率が。ごめんね、あさみちゃん。今日だから許して。あれは明日はちゃんとやるから。エリナみたいにナイスキックしてたら明日そういうこと起こんなくなっちゃうでしょ。激ムズです。本球があれですか？はい、そうなんですよ。でしょ？すごい。こんなことあるっていうぐらい。ここはどういう作戦で？ここは青山さん曰く、あそこに落とす。どうですか？ここに落とす。あれ。ここに落として。ちょうどその松奥に。そうだね。いや、そんなちょうどいいかも。その傾斜で右になんかピンが立ったら、ね、左、まさかの左行った。笑うしかないね。アマチュアでよく見るやつ。帰りの子、実際動かなくて。なるほどね。満足に飽きすぎたんで、先に。
あ、そうなんですか。またあ、じゃあ行きましょうか。私の T シャツのバンカーです。それはうちらはちゃんと見送ったよ。パンク、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 ごめんごめん。いらっしゃ、いらっしゃってごめんね。あ、ごめんごめんねじゃない、任した。でも意外と今回同級生組多いんじゃない。そうです、あの東も、ね、ここも。おお。くー。そんななんか。めっちゃむずいの。ハルさっきそこやったろ。でもね、難しいよね。このチームもぎりました。もう怖くないね。大丈夫。明日ちょっと雨で止まるんで。明日中止するのもいいよ。なんなら止まる側の人間じゃん。まあ。なんで後ろ先行かしたんですか今。私たち真剣にね、なさってる。そういうことね。後ろがずっと待ってるんで。人も少ないしね。ガチでいいんだ。ガチで。特殊なところだ。そこにしかない研究時間が長いってある先輩はショットみたいに結構あこう溜める点で溜まりが入る。ちいさんのは溜まりが間があるよね。ずっと溜まりがないけど、だけどまずここに来た瞬間にもうこれショットがダメだなって。あ確かにね。でももっとヤバいやつあったさっきやっていたんですよ。これはまだチャンスあります。でもチーさんでもやっぱ思うんで、その引き出しはそんな濃くは持ってないと。手元もやっぱ低いよね。そうですね、あとやっぱたわみなしですよね。たわみ全くない。あの間はあるけど、そうなんかここのそれがもう全然変わらないもんね。行かないよね。そうだ、3ホールだし、とりあえずこのうちら、あの、あれはええー、楽やん。もう2ついてるからね。はい、ということで皆さんお疲れ様でした。3ホールしかない中で2打差がつくという大差でEC ハライザチームが勝ちました。はい、まあ、ちひさん、まあ、ちひさん、さまさまさまです。さまさまです。ちひさん、さまさま。はい、会員はどうぞ。会員は、ちひさんが強かった。強かった。いいパット。それしか、それしかない。ちひさんはやっぱりすごかった。というわけで、温泉の結果はどうなったでしょうか。皆さん、お楽しみに。お楽しみに。ねえねえねえ、お湯着かこれ。この際に。下手くそか。でも先輩なので。本当に。先輩にひたすらついていこうと思います。みちゃん、洋服全部こぼせてください。そうだ。あ、それ花粉？あえてもつけてきた。つけてきた。あ、確かに確かに。だから常に下りの 1.5 キロ残るの。それを打つの私なの。遠目に文句言ってます。下り打たすなと。